パマイナス11ホール A サイバーパンクバーテンダーアクションはベネズエラに拠点を置くスケバンゲームズが開発したサイバーパンクバーテンダーアドベンチャーゲーム2016年6月21日にスティームで配信開始された後日本ではプリーズムよりプレイステーションビータ版が2017年11月16日に プレイステーション4版及びニンテンドース o s w 版が2019年5月30日に発売された。かつて PC-9801 で発売されていた日本のアドベンチャーゲームにインスパイアされたレトロ調の作品。プレイヤーは、バーは -11 ホール A のバーテンダーとなり、客から注文を受け、カクテルを作り提供していく。提供したカクテルによって、 物語が分岐する。クリストファー・オルティス2018クリエイターのクリストファー・オルティスはサイバー・パンクは大好きだけど特に系統していたのは押井守。広角機動隊を代表に小さな頃からずっと彼の作品を見ていた。広角機動隊が最も強くバマイナス11ホールへの雰囲気づくりに影響を与えた作品だと思うと語っている。 西暦 207X 年、クリッチシティ。ここは存在すべきでない街。大企業と犯罪帝国が牛耳り、無力なる人々がなんとか、この場所で生き抜いていた。そんな彼らにとって、オアシスたる場所が、スラム街のそばにある。その場所は、バマイナス11ホール A、通称、バールハラ。そこで、バーテンダーとして働くジルがいた。ありがとうございます。